どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回はアーティストの好きな曲トップ10のコーナーでございます。はい、まだいます。えー、今回は人と洋さんですね。はい。喋ってなかったですね、人と洋さん。人と洋さん、まあ、すげえ詳しいかっ言ったらそんなことないですけど、まあ、アーティストとしてはすごく好きだし、えっ、ー、と、バンクバンドね、僕大好きなんですけど、それによく参加してくれてるし、まあ、時愛に満ちてる感じの人なのかなと。 思います。楽曲的にはすごく懐かしいテイストを重んじてるのかなと勝手に思っております。日本の歌みたいなものを演歌とは違う子供の頃に聴いた童心に変えるようなそういうテイストが結構好きなのかなと勝手に思っておりますが。はい。人と洋さんの好きな曲トップ10を、えー、いきたいと思います。10位から6位はこんな感じです。10位夢半ば9位指切り8位金魚すくい7位さよならありがとう 6位、風車。といった感じになっております。まあ、声の特徴と、あと歌い方もやっぱ特徴的ですね、とっても。他にない感じがやっぱして。まあ、癖になる人は癖になるんだろうなと思いますけど。5位からいきます。第5位。5位ですね、もらい泣きという曲ですね。 デビュー曲だったと思いますが、まあ、この曲でもうヒットしてますけども、まあ、あの、歌詞の作り方がちょっとね、不思議で、もらい泣きもそうじゃないですか。えいや、君からもらい泣き。うん、なんか、その歌詞、なんでって思うんですよね。<laughs> その、仮歌詞みたいな風に僕は思っちゃうんですけど、あ、それそのまま採用なんですかみたいな。<laughs> えいやにし,したんだ、みたいな。でも、そこが癖になるんですよね。うん。 そこは人と用武士なのかなと思っております。まあ、もらい泣きはね、すごく、まあ、ポップな感じなんですけど、心にこう、染み渡るような、そんな楽曲かなと思いますで、5位ですね。はい。4位。はですね。影踏みという曲です。はい。まあ、いい感じのバラード曲で、まあ、しんみりするような、えー、いい曲だなという感じなんですけど、フレーズでいつも聴いてるときに、あ、いいなと思うのが、強くて弱いの。 いつから、いつからだっけないつからか強くて弱いのっていう2番のね、サビら辺にあるんですよね。ここがいつも好きだなって思ってます。<laughs> どうして強くて弱いのわかるよ。その言い回し、すごいわかるよっていう、そういう意味で好きですね。影踏み4位です。3位。 さあですね、花水木という曲です。まあ一番有名かなと思います。一番売れた曲なのかなまあ人と用といえばみたいな、ありますけどまあ花水木は、まあもちろんすごく美しい曲なんですよ。もう全体としても、まあ大衆に受けるのも伝わるし、なんか火の打ちどころがないというか。で、僕そういう曲もちろん好きなんだけど、ハマらないんですよね。あんまり。美しすぎて。<laughs> 花水木、美しすぎ。まあ3位で。 かなり好きな曲なんですけども、ちょっと美しすぎるな。100年続きますようにっていう言葉が美しすぎるなっていう。メロディーラインはめちゃくちゃいいなっていうところですね。もう、この曲が流れるとこうみんな引き込まれるみたいな、そういうイメージがあって、まあ僕もすごく引き込まれてる一人です。はい。でも3位。2 2はですね、エドポルカという曲ですね。はい。まあ、人と洋さんといえばその、花水木もそうだけど、バラードに結構みんなを引き付ける感じはちょっと世間的なイメージとしてはあるのかなと思いますけど、エドポルカはあの、アップテンポな曲なんですよ。僕この曲普通にあの、リリースされた当時にま、レンタルで借りて、あ、すごいいいなと思ったんですよね。人と洋さんっぽいし、でもそのバラードとはちょっと かけ離れた感じの、まあ、昭和テイストの、えー、リズムっていうかなんかそこがすごく僕の中では懐かしさも若干あるんだけど新しさも感じたっていう,こう人とようがそれを歌うっていうことでそれこそ歌詞の「人とよう武士があるんですよテテトテトテートシャ」みたいな「何それ」みたいな <laughs> どこがあってもいい <laughs> 聞き心地いいみたいなうん。 それで、あの、リズミカルですごくいい曲だなって思いました。うん。2位ですね。エドボルカ。はい。そして1位。1位はですね、えー、つないでてという曲ですね。つないでて。その手が漢字になってるんですけど。これが1位ですね。うん。まあ、あの、もう普通に僕の好きなメロディーラインっていう、しんみりした 感じまあ、これもバラードチックな曲ですけど、入りからこう雰囲気出てて、こうサビでブワってこう持ってくような感じの、まあ、僕それがすごい好みなんですけど、うん繋いでてやっぱいい一番かなーっていう、エド・ポールかとちょっと迷うところはあるんですけど、やっぱこうメロディーラインがとってもいいし、 曲としてもすごく完成されていて、とっても素晴らしい曲だなと思いました。で、人と洋さんの思いっていうか、それもすごく詰まってるような感じもあって、僕の中で一番好きな曲ですね。はい。というわけで、人と洋の好きな曲トップ10は、僕はこんな感じでございました。共感される方は高評価お願いします。えー、意見物申したい方は、えー、コメントなどいただけたらなと思います。二次論声この辺で終わります。また、やっていないアーティストいれば、 好きな曲トップで、もしくはトップ5。えー、といった感じで発表すると思いますので、えー、楽しみにしていてください。終わりたいと思います。さようなら。